どんなスポーツにおいても存在する指導者と選手の関係性。選手が指導者に対して意見を口にすることはありますが、明らかに不満をあらわにすると指導者との関係が気まずくなることもあります。また感情のままに公の場で批判的な発言をしていると、当然チームの信頼、そして指導者の信頼を失うことに。さらには自分の立場も失うかもしれません。そんなリスクがありながらも時折起こる選手と指導者のトラブル。そこで今回は元日本ハムファイターズのエース金村悟投手のとんでもない逆ギレ事件について紹介していきます。絶対に許さない。1994年のドラフトで仙台育英高校から日本ハムに1位で指名された金村投手。ルーキーイヤーから1軍で登板し、1997年から頭角を現します。その後1998年に最優秀防御率を獲得すると、2001年には自身初となる開幕投手を務めました。さらに2004年に日本ハムが札幌に本拠地を移した後もエースとして活躍。2005年には自己最多の174イニングを投げるとともに、4年連続となる2桁勝利を記録していました。しかし好調が続く中で迎えた2006年、4月16日の福岡ソフトバンクホークス戦で振りをずれた選手と大乱闘を起こしてしまい、4月後半を棒に振る怪我を負ってしまいます。それでも5月に復帰すると、シーズン中盤から終盤にかけて圧巻のピッチングで勝ち星を伸ばしていきました。そして迎えた2006年9月24日の千葉ロッテマリーンズ戦、先発予定だった金村投手は試合開始時点で129回9勝6敗の成績を収めていました。5年連続2桁勝利、さらには6年連続規定投球回到達の記録がかかっている非常に大事な試合でした。しかしそんな試合で金村投手はピリッとしないピッチングを見せてしまいます。その結果5回裏3点リードの状況ながら2アウト満塁、あと1アウトで勝ち投手の権利を得るというタイミングでトレイ・ヒルマン監督に交代を命じられました。これにより金村投手は5年連続2桁勝利と6年連続規定投球回に到達することなく、シーズンを終えることが決定的になってしまいます。チームとしてはプレーオフ進出が確定していましたが、この試合を含めて残り3試合で西武、ソフトバンクと首位争いを繰り広げていた日本ハム。このようなチーム事情もあり、ヒルマン監督としてはチームの勝利を第一に考えた継投策を取ったのです。しかし金村投手は自身の交代について怒りが収まりませんでした。試合後の囲み取材で、絶対に許さない、外国人の監督だから個人の記録は関係ないのでしょう、顔も見たくないと公の場で首脳陣を批判するコメントを残してしまいます。さらに金村投手は、批判って書いていいっすからとも語り、翌日のスポーツ新聞には大きく金村が公然と監督批判という記事が掲載される事態に。こういった監督批判はもちろん日本でも許されませんが、特にメジャーではタブーだと言われています。そのためメジャー傘下で監督経験のあるヒルマン監督はこの事態を重く受け止め、金村投手に処分を与えます。その内容は、出場選手登録抹消、翌日の練習参加禁止、罰金200万円、プレーオフ終了までの試合出場停止というかなり重いもの。そんな中でヒルマン監督は試合後の記者会見で、金村の記録は当然知っていた、勝ちをつけてあげたかった、すべて私が決断したこと、私が責任を取ることと、金村投手の記録と気持ちを分かっていた上で自らが決断したことだとコメントしています。しかしヒルマン監督は、金村はプライドの高い投手、あそこで交代させたのは少し軽率だった、だがチームのムードを壊す行為は許されない、私や選手が3年間通して作り上げたものを壊されたような感じだ、この件で使いづらくなったとも語っています。金村投手の言動はチームの輪を乱すものだと厳しい言葉で示したのです。こうした自らの失言で大きな代償を払うことになってしまった金村投手。
金村投手の公式ブログにも批判の書き込みが殺到してしまうなど、大きな騒動に発展してしまいます。そして冷静さを取り戻した金村投手も、自身の過ちの重大さに気づくのです。厳しくも温かい説教。たくさんの批判を受けた金村投手は、公式ブログに謝罪コメントを掲載します。ファンの皆様、本当に申し訳ありませんでした。チームが一丸でプレーオフ1位通過を狙っている中、自分勝手な発言で監督、コーチ、球団、選手、そしてファンの皆様を失望させてしまいました。深く反省しています。と、自らの過ちを反省する言葉を記しました。また、発言に至った経緯については、今思えばなぜあんな感情を出して言ってしまったのか、冷静になった今、後悔しています。弁解するつもりはありませんが、自分のことしか考えてないということは決してありません。試合後、記者の最後の質問で自分の成績のことを言われたとき、抑えていた自分の身勝手な感情が爆発してしまいました。とコメント。自分の感情をコントロールできなかったことを反省していました。そして最後には、僕はチームとファンを心から愛しています。一社会人、家族ある身として許されない行為でしたが、反省して、切り替えて、もしプレイオフに投げられるのであれば、精一杯チーム、ファンのために頑張りたいと思います。と、再び反省した上で、チームのために全力を尽くすことを誓いました。また、試合後、冷静になってから、ことの重大さに気づいた金村投手。日本ハムの先輩である、岩本勤投手に連絡を取り、電話越しに号泣したのです。さらに、謹慎中だった金村投手を、元日本ハムで、共に阪神タイガースへ移籍していた、片岡敦史選手と、下柳投手が、東京遠征の際、都内の飲食店に呼び出しました。その場で先輩二人からきついお叱りの言葉と、励ましを受けた金村投手。特に、下柳投手は怒り心頭でした。俺はお前にそんなことを教えたか。といったかなりきつい口調で叱責。それでも最後は頼れる先輩らしく、こういう経験がないと大きくなれない。いい勉強だと思って前向いてやれ。成長するステップと思って頑張れ。と励ましの言葉を受け、金村投手は深く反省しました。他にも金村投手のもとには、同じ宮城県出身の佐々木和弘投手や、お世話になった大島康範前監督からも電話がかかってきたといいます。様々な先輩たちの助言もあり、自身の行いを深く反省した金村投手。レギュラーシーズン終了後に、選手、首脳陣など関係者すべてに謝罪し、事態は収束に向かいました。ヒルマン監督の粋な演出。金村投手の事態が収束した後に、ヒルマン監督は金村投手に対してこのような言葉を送りました。君の急所がなければ、我々はこの位置にいられなかった。シーズンにおける貢献を認め、わだかまりはない、来るべき時の準備を進めてほしい。と謝罪を受けた上で、金村投手を責めることなく、逆にエールを送っていました。さらにヒルマン監督は、クライマックスシリーズ前の記者会見で、金村を日本シリーズで登板させる、と明言。この発言によりチームメイトは、金村さんにみそぎの場を、と一致団結したといいます。結果的に日本ハムは小笠原道弘選手やダルビッシュ有投手の活躍もあり、見事にクライマックスシリーズを制して日本シリーズへ進出します。そして迎えた10月25日、札幌ドームで行われた中日ドラゴンズとの日本シリーズ第4戦。金村投手はこの試合で9月24日のロッテ戦以来、約1ヶ月ぶりに先発投手として起用されたのです。チーム、ファンに多くの迷惑と心配をかけてしまった金村投手。しかし、復活のマウンドに向かう際には、エースの復活を待ち望んでいた日本ハムファンから大きな歓声が起きたのです。熱い応援を受けながらマウンドに上がった金村投手は、観客席に向かって合計5度頭を下げました。金村投手は期待に応える投球を見せますが、5回2アウトながらランナーを3塁に置いて、福留孝介選手を迎えるというピンチを作ってしまいます。このタイミングで事件の時と同じくヒルマン監督がマウンドへ向かいます。しかし今回は交代を告げるのではなく金村投手に対してお前を変える気はさらさらない、福留と勝負に行くかと言葉をかけたヒルマン監督。その言葉に対して金村投手は行かせてください
と福留選手と勝負することを決断しました。金村投手は福留選手を三振に打ち取り、5回を無失点に抑えるピッチングで見事勝ち投手となりました。試合後のヒーローインタビューでは、全国のファンの皆様、この場をお借りして改めて謝罪したいと思います。本当にどうもすいませんでした。と深々と頭を下げてファンに向けて謝罪。インタビュー終了後には、ヒルマン監督と和解の意味を込めたハグを見せて、日本ハムファンを安心させました。その後、日本ハムは続く第5戦に勝利して、44年ぶりとなる日本一を達成したのです。見事復活を果たした金村投手でしたが、翌2007年に著しく成績を落とし、シーズンオフには阪神へトレードとなってしまいます。一部ではあの発言が原因でトレードされたのではないかとも噂されていました。阪神に移籍後は結果を残すことができず、2011年に BC リーグのシナノグランゼローズで現役引退を発表しました。引退後は2016年から阪神の投手コーチに就任し、今シーズンもブルペン担当として手腕を発揮しています。金村投手は自分の感情を抑えることができずに、ありのままの気持ちを爆発させてしまいました。しかし、愛のある素晴らしい先輩たちの言葉に励まされ、またマウンドに戻ることができたのです。ヒルマン監督も心からの反省を受け入れ、汚名返上の機会も与えてくれました。さらにはファンも温かく迎えてくれたのです。金村投手が愛されていたからこそ、いい人たちに恵まれたのかもしれませんね。